大丈夫ですか。はい、わかりました。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。あ、バックでします。ピピピピピピ。うん、そんなうわ、めっちゃ響いた。よーし。はい、皆さんおはようございます。さあ、月曜日です。今週も1週間よろしくお願いします。今朝の渋滞に巻き込まれております。よいしょ。今ね、大洲の方にコンテナ設置に向かってます。時間指定が8時40分。まあ、あの大きなまた工場の中へ入っていくんですけど、設置して、ほんでその後天皇の方に引き上げに入ります。天皇の方が引き上げ時間が10時だったかな。はい、だからまあまあ、あの余裕はありますんで、はい。でまあ、大洲からどこだったっけ、あれは天皇西の1個手前、坂のインターで、呉道路降りて、でそこから国道31号線でのこのこ10時に時間を合わせて天皇の方まで向かっていこうと思います。はい、ちょっとまだね、朝今7時53分で余裕があります。もうこれ大洲の招き猫の横ですから、はい、だから余裕はあります。はい、時間待ち待機ですね、到着待機っていうんですか、あれをやっておきます。はい、現場の近く到着しました。こんな感じですね。向こうは信濃目か、南区信濃目になるね。パチンコのハリウッドハリーズがありますけども、はい。いや、ほんとね、めっちゃ涼しくなったというか、朝はもう寒かったですもんね。半袖で来ると、半袖でドア開けて、窓開けて、ドア開けては走れんね。窓開けて走りよったらもうクソ寒かったですね、ほんま。うん、いただきます。今週もエメマンのみのみ頑張っていきます。あ、うまい。ここは結構道路止めてからね、あの待機してる車が多いですね、朝も昼もね。そう、あんま、まあ車はねそんな通らんのね、ここは。うん、川沿いで、もうこれまっすぐ行ったら、その今から僕が行く工場の敷地に通じる道なんで、もう車そんなに通りません。そこの、言ったらそこの工場に行く関係者の車ぐらいしか通らないんで。だから結構ここはね、みんなあの、路駐してから待機してますね。うん。設置して、10時だったよね、天皇が確か。今日のね、ホワイトボード。ここから、あれ？ああ、書いてあった。あ、9時から10時の間か。あ、だったらもう、そうですね。9時から10時だったらもう高速で行かないけんね。うん、もう急いで行かないけんわ。10時だったらね、余裕があるんで、あれなんですけども、監督さん待っとるんでね。スレート、僕はスレートを引っ掛けます。そう。あの、アスベスト、石綿含有の、石面含有のね、廃棄物を運搬します。だから天皇から今度は、八千代の方まで、ドライブですね。うん。そんな、うわ、めっちゃ響いた。すいません。めっちゃ響いたね、今。あっちの方で俺の声がしたよ、今。あっちの黄金山の方からなんか聞こえてきて、ってから。はいはい。まあそんな感じで、ちょっと、もうちょっと待機しておきたいと思います。いや、いいとこに泊まってくれましたね。今窓開けてね、泊まっとったら、ブーンって入ってきて、最初なんか虫か、普通のなんか、アブかなんかかなと思ったら、カメちゃんでした。飛んでった。さよなら。
出てきました。さあ天王駅の方へ向かいましょう。今ナビセットしたらここから15分ですね、はい、9時過ぎには着きます。よいしょ。一応9時から10時の間にはなったんですけど、まあできるだけ9時寄りのね早い方がいいんで、もう監督さんもねいろんな仕事があるんで、よいしょ、ちゃっちゃとね廃材の方を終わらせてあげたいと思います。この前ここ通るときに思ったんですけど、あこのあれ松田の教育センターのとこのあのこれ高いビルがあるじゃないですか、なんかここさ昔ずっと茶色かったんですよ。もうなんか廃れた茶色っぽい色をしたビルだったんですけど、これ色塗り替えてましたね、気づいたら ね今足場がかかってからさ、塗装工事しようったのかな、これ。秋晴れですね、今日ほんと気持ちがいい気候です。昨日もソフトボールでハッスルしましたけどね、見事にキャッチャーフライを落球してしまいました。ポケットキャッチしようと思って、そうくるっと反対向いてね、こうポケットキャッチする体勢に入ったらね、ボールが胸に当たってね思いのほかちょっとボールが手前の方行きすぎて、ね、胸に当たってね、落球してしまいました。振り返るとピッチャーの生田さんがね、あの膝ついて本当にうなだれてましたガクッと来てました、はい、すいませんでした。また至らぬところをねお見せしてしまいましたけど、子供たちの前で、結構でも昨日ね、ファールチップとか、ああいうのがね 2,3 回当たったかな。全部あの肉がついてないところに当たりました。内側のあのこの膝の内側とか、あとくるぶしのとことかね、内側のくるぶしとかね、結構ビシバシ当たってね、まあ、本来ならね子供たちはあのちゃんとレガースと防具つけとるんであれなんですけど、あの練習中はね大人は面しかつけてないんでね、結構バシバシ当たるんですよ、はい、まあ、言うてまあソフトボールでねあれなんですけど、でもやっぱり骨に当たると痛いですね、まあまあでも楽しいですよ、やっぱ子供たちとね休日にあえて体動かすとね楽しいですよ。現場出ました。9時16分ですね。よいしょ、積み荷は本当もうペラペラですねスレートが 0.2 リューベぐらい、うん、重さはもう多分100キロもないぐらい、100キロあるかないか、そういうレベルの廃材です。ちょっと今からなんかあれですよ、倉庫の方に打
ちのドバの方へちょっと書類取りに行ってからで、そっから処分場の方へ、最終処分場へ走るんで、はい、またそっから高速道路乗って、とりあえずドバまで帰ります。もう多分今日これで午前中潰れるかな。今9時17分でしょ。ドバ帰ったら10時、そっから処分場行って、まあなんやかんや下ろしたりしようったら11時ぐらいになるでしょうからね、はい、まあ、午前中いっぱいはかかりませんけど、まあほぼこのコンテナ設置引き上げの工程で今日の午前中は終わる感じですね。入れてくれるのはトラックなんですよね。なかなかあの一般車両の方はなかなか譲ってくれないというか、だいたい譲ってくれるのはトラックですよね。25分17キロですね。もうひたすら壁バイパスと上根バイパスを走っていきます。あ、苦が本当、この苦みがいいんですけどね。 S でもよかったな。 M って結構でかいんですよね。よっしゃ、はい、じゃあ安全運転でいきます。多分11時前には到着します。予定通りです。そうそう、あのこの間コメントで最近軍手して運転してないんですねっていうコメントいただいたんですけども、そうそう似合ってましたよってねもらいました、うん、そう、たまにやりたくなる時あるんですよね。軍手、手袋して運転したくなるんですけど、まあ結構夏場とかは汗かくし、まあ、汗をかくて逆につけるっていう人もいるんですけどね。ハンドルがね滑らないんで、なんか運転手っていう感じするし、そうそう、なかなかこの2トンクラスのちっこいトラックで、ダンプとかで手袋して走ってる人は見ませんよね、なかなか。そう、こういうね大型のダンプとかはよく軍手して運転されてる方見ますけど、特に年配のドライバーさんね、年配のドライバーさんにやっぱ多いかな。そう、大型ダンプの運転手さんは、あ、すごい、もうあの老人マーク貼られてますよ。え、シルバーマークか、ね、初めて見たかもしれません、大型ダンプにシルバーマーク
つけて走ってる方、この前、週末のあの茶前くんとの動画の時ね、向こうからこう上根の方から降りてきて、ここの交差点で右折して、そう、神安の方へ行ったんですけどね、ちょうどこのステーキガストがあるとこの交差点ですね。いや、あの動画もありがとうございました、ご視聴ね。やっぱりサムネがね、男前だと、まあ普段より再生数回りますよね、多少は。うん、暗闇の茶前くん、ね、あれがサムネイル画像になってましたけども、やっぱね、暗闇でも男前はね、映えますよ、本当に。さあ、コンドルかな。今日はずっとこれバイパス、壁バイパス走って、で今度カミネバイパスになって、まともにカミネバイパス走っていこうと思います。今ずっと道路の補修工事で肩こうしとるんですけど、で最大待ち時間が約10分ぐらいってなっとるんですけど、まあ通っていこうと思います。結構意外とね、10分も待たなくて済みますよ、多分先頭でタイミング悪く先頭でこう待たされると10分ぐらいかかるかもしれませんけど、背の強い方が多いですよ、はい、特に年配の方は。そう、やっぱりこういう業界って、ね、ダンプの運転手さんとか参拝の運転手さんとか結構、ね、ガテン系のオラオラ系の方とか多いんで、やっぱりね、若い女性とかよりはやっぱりちょっと年配のおばちゃんチックな方の方が務まるんでしょうね、絶対。すごいですよ今から行くとこは本当まだ丁寧な方なんですけども、別の処分場とかね、本当すごい上からね来るおばちゃんとかいますからね。気が強いというか、我が強いぐらいの方が多分本当務まるんですよ。少々なんか運転手にドライバーに言われてもね、ガッと上から押さえつけるぐらいの何も文句言わさんよぐらいのね、おばちゃんの方が務まるんですよ。そうそう、特に僕みたいなね、まだまだ若造なんかね、本当ペコペコして行くしかないですからね、本当。でもそういうおばちゃんがたまにね、なんか優しい表情とか優しいものの言い方してくれると、あ、優しいじゃんってねちょっとときめきますよねおばちゃん相手でも反らないか。お、ラッキー、今日タイミング的に。お、待ち時間なしで行けるじゃん、やった。ここで止められたりして、先頭で。あ、よかったよかった、はい、こっちの道をチョイスしてよかったです。あ、よかった。おおおおお、thank you。
しいんだなとね、思いますよ。だから普段ニコニコしとる人ほどね、腹黒かったりねするんですよ、僕みたいに。茶前くんみたいに普段からあえてね、毒舌というか、あえてね、毒を吐いとったらね、そういう人に限ってね、実際優しいんですよ。はい、意外と僕みたいに普段ニコニコしとる人がね、腹黒いんですよ。さあ、そう言ってたらね、もうすぐ処分場着きますんで、はい、アスベスト下ろしていきたいと思います。はい、今ね11時ジャスト処分場到着したんですけど、あれ下ろせるかな。今なんかね、あのマニフェストの確認で所長さんが今ね出られてるみたいで、ちょっと確認ができるので待っといてくださいって言われてね、シートだけ剥いでから今待機してます。はい、 OK かな。おばちゃん出てきたな。はい、まあ予定通りですね、11時には着いて、はい、これを今からピャーッと下ろして、で次の現場に向かうという形です。はい、あ、来ちゃった。 OK っすか。OK っすか。はいはいはい、あ、大丈夫ですか。はい、わかりました。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、ということで卸しに上がります。はい、今日長くなりましたけど、どうも動画ね、ご視聴ありがとうございました。ではまた明日。よいしょ。あ、バックでします。ピピピピピピ、バックでします。ピピピピピピ。